それは貴様がニーズヘッグに与えた目のおかげか。なんてことなの。ニーズヘッグの残された目があなたのものだったなんて。ハルドラスと騎士たちの唯一の誤算は
僧帽を奪われてなおニーズヘッグが生きていたということか。片目をニーズヘッグに与えることがあなたにとっての食材だったというのですか。終わることのなき戦いが始まると知りながら。This one's ancient inking in air.悲願だったニーズヘッグを仕留めたっていうのに、これほど気分が悪くなるとは。あなたたちは怒りと恨みの化身と化したニーズヘッグを殺すことで戦いに終止符を打った。俺も生まれ故郷と家族をニーズヘッグに焼かれた。復讐のために槍を取り、恨みを晴らすために戦ってきた。ある意味、俺とニーズヘッグは似た者同士だ。攻めはしない。いや、攻める権利すらないのだ。私もまた、大義のためと言いながら、多くの罪なき人々に犠牲を強いた罪人なのだから。しかし、まだわからないことがある。ニーズヘッグの片目はフレースベルグのものだった。一方で、俺の持つ目がニーズヘッグ本来のものなのも確かだ。では、奴のもう一つの目はどこにある？さらに、粒子戦争を永劫に続け、裏切りを行った人に対して終わらない攻め苦を与えようとしていたニーズヘッグが、コートを攻め決着をつけようとしていたのはなぜだ。アイメリクか。ああ、終わったぞ。ニーズヘッグは落ちた。何？コートが危ないだと？一体どういうことだ。わかった。すぐに戻る。なんとか持ちこたえてくれよ。コートで大規模な騒乱が発生した。詳しくは不明だが、仮想民の一部が異端者を招き入れたことに端を発しているようだ。バカな！
私はそんな指示は出していないぞ。竜との戦争が終わろうとしているのに、今度は人同士が争いを続けようとしている。人は因果の生き物だな。戻るぞ相棒。待ってくれ、私も同行させてほしい。もう無益な殺し合いはごめんだ。コートに侵攻した同志たちは私が止めてみせる。ついてこい氷女、戦いの連鎖を今こそ止めるぞ。総民の一部がコートに異端者どもを呼び込んだようです。ですがご安心ください、ドラゴン族の襲来に備えコートには多数の兵力が駐屯しておりますれば、鎮圧も時間の問題かと。予定通りにことが運んでおるようだな。はっ、コートでの戦を見れば心ある領民たちはより強く異端者とドラゴン族を恐れることになりましょう。そして我らが聖教により強く救いを求めるか。よかろう、異端者どもを適度に暴れさせた後、頃合いを見計らって神殿騎士団に力を貸し鎮圧せよ。御意。動くのかね。よかろう、間もなく全ての準備が整う。今こそ光の使徒を消す時か。バニアの地でニーズヘックは撃たれた。こ
ここにいる冒険者と青の竜騎士エスティニアによって竜と人の争いは終わろうとしている。どうかみんな落ち着いて聞いてほしい。この国の歴史そのものが作られたものであり、その結果竜と人は憎しみの連鎖を続けてきた。私は真実を明らかにするために異端と呼ばれ、皆を率いてここまで戦ってきた。しかし竜たちを率いていたニーズヘッグはドラバニアの雲海に散った。真実とは何かはこれから明らかにしていけばいい。だから今は互いの刃を収めてほしい。我々は負けたというのですか。いな、そうではない。そうではないのだ。どうしよう。もしも勝者がいるとすれば、それは平和を勝ち得た者のみ。どうか私を信じて引いてくれ。イゼル様。魔女どもを逃がすな。騎士殿、今は深追いするよりも負傷した民を救うのが先決でありましょう。氷の巫女が言った通り、戦いは終わったのです。